はい、こんばんは、島津です。国津神続きからやっていきたいと思います。前回はね、吉郎が何だったっけ名前ね、ある妖怪にちょっといじめられてましたね。おかげでこちらの戦力がね、弱体化するっていう、事態が起きたんですけど、まあこちらとしてはね、しっかりと村人の陣形を整えていたので、クリアすることはね、できましたね。おそらくまだまだね、自分が知らないね、要素がどんどん解放されていくと思うんで、ね、これからが楽しみですね。それで、本日はですね、ここの奥見山街道かなというところをね、攻略していきたいと思います。新山幽谷を切り開き、人々は街道を作った。その街道は今や罪と汚れで覆われている。7人の村人を救い、新山各ルル汚れし街道を進め。ここはですね、体験版でも体験したんですけど、また新しい要素がね、確認できます。あ、やばいやばいやばい、痛い痛いそうここにね、ファンゴくんがいるんですよファンゴくん、ちょっと逃げないで、ファンゴくん。元はね、イノシシなんですよね。ファンゴくんタックルしてくるんで、ちょっと気をつけたいところなんですけど。はい。OK。ここじゃあ、直しといて、大工さんにお願いして。ここからはですね、強大な力を持った新しい妖怪以外にも、難易度がね、上がってくるところになります。そしてこれがね、新しい施設の櫓になります。この櫓の上に弓取りを配置することで、弓取りの射程が伸びます。だから、よりね、遠くから射撃ができて、こちらが有利に戦えます。これも来たか。吉野の結界。そう、ここからは、吉野もね、戦いに参加できるようになります。今、吉野が立っている、あそこまで吉野を連れてくることができれば、この吉野結界っていうのを、発動させることができて、発動中はこの円ですね、円状の部分に入ってきた異国を消滅させてくれます。ただこの結界にも限界があって、一定のダメージを与えたらね、結界自体は消滅します。これで吉野がね、自分自身で身を守る術をね、得たということになるんですけど、まあ先ほども言いましたけど、一時的なものなので、あまり過信してはいけませんね。神門が刻まれた地形に、吉野が滞在し続けている間、吉野の周囲に異国へダメージを与え続ける結界が張られる。活用せよ。ただし、吉野結界は異国たちに一定のダメージを与えると消滅するため注意。建設完了。OK。建設が完了しました。はい、これもね、新しい要素なんですけど、これは自分たちに不利になる要素です。汚れた複数の鳥居。汚れによって生み出された鳥居は異国が湧き出る門となる。汚れた鳥居は夜が明けると位置が変わることがあるため、昼の間に場所を把握しておくことが重要だ。今までは異国が現れる汚れた鳥居っていうのは、一箇所しかなかったんですけど、ここからは複数ね、異国が現れる鳥居が出現します。しかも、こちらの、まあ、サブの鳥居ですかね。サブの鳥居に関しては、日によって位置が変化するので、それに合わせて、また陣形をね、整えないといけません。はい、なので、周りにはね、木を配っとかないといけないんですけど、実際に見た方が早いんで、この後ね、見せていきます。できればね、できればあそこまでね、連れて行きたいね。この上まで。いけるいけるいける。多分、もうちょい引いた方がいいのかね。はい、よいしょ。これでいいのかね。OK。職業の中には特定の村人のみ転職できる職業が存在する。学力は亀の村人のみ転職が可能。そうなんです。村人にはですね、職業に対しての相性っていうものが存在していて、学力に関しては、
亀マークがついてる村人しか転職することができません。だからそこら辺も考えてね、転職をね、さしていく必要があります。高いな、300か。あとはね、安いんだけどね。うん、結晶だからそれだけまあ強力な役割を担うっていうキャラなんでしょうね。結晶の分見合った、うん、ことをしてくれるんじゃないでしょうかね。 OK、建設終わったね。じゃあまあ建設終わったんだったらもう急いで先にね、建設の方、うん、はい、こっち OK で、ここ空いたから、ここ、はい、これで全部じゃねえか。あとどこにあるかね。じゃあ弓取りはここに置きます。ほら射程伸びたでしょ。そう、すごく有利になるからね。まあ、弓取り置いて、あったあったあった、これだ。ダメだ、矢代開かないね、残念ながら。あったあった、ギリ取れるか。さすがに全部じゃない。あと一つ、もうダメだ、間に合わない。夜来た、夜来ちゃった。はーい、結界張りましたね。よし、これで、うん、一定時間はね、うん、吉郎は自分の身を守れますね。それじゃあね、弓取りをね、ここに置こうか。ここね、あの、例の、なんだっけ、鼓舞する施設があるから、能力が向上します。それじゃあまあ、村人ここに集めて、就職させよう。はい。あんたはね、どうすかね。あ、いけるね。学力にしよっか。学力にして。はい。あなたは、うん。はい、よいしょ。あ、こっち。あ、ここに湧いてた。まずまずまず。ここに湧いてる。うん。ヤシロが。ちょっと待って、待って。落ち着け。落ち着け。前方に一箇所、ここに一箇所ですね。体験版の時は確か最初下に湧いたんですよね。弓取りを守らせるために、迫力を上に持ってきて、で、ソマビトは、どこに配置しようかね。あ、ここに配置しようか。うん。はい。吉郎を守るために。危ない。行ってくれ。危ない。はい。はい。ああ、なるほど。この、ね、コンボ技だと、まとめてやれんね。ジャンプ切りよりか優秀じゃん。いや、これ率先して使った方がいいわ。これ率先して使った方がいい。OK。勘三郎頼むよ。パワーアップもしてるし。あとタンク役だからね。多分勘三郎を攻撃すると思う。OKOKOK。大丈夫。防衛はバッチリ。やばい、来た。ご対面来た。ご対面が来てしまった。ちょっと行くしかねえな。しっかり戦ってんね。閣僚。うん。これまずい。これね、投擲していくんですよ。そう。はい、はい。攻撃ですね。攻撃をしていくんですよね。この赤い球を投げて。待って待って。だから、こいつはね、倒しとかないといけない。はい。OK。いいかな。ナイス下げ取り。いいぞ。来た。あ、もうこれ払おうか。よいしょ、これで。はい。はい。これで払った方がいいね。うん。あとあれだった。魔像で、今、層のね、攻撃力下がってるんですよ。忘れてた。いいよ。上に溜まってんね。上に溜まってる。あれ、弓取り行ってる。竹取りしてないね。うん。迫力が竹取りするはずだったんだけど。うん。やっぱ全員を竹取りするっていうのは難しいのかもね。
そういえばこの結界の耐久力っていうのはどんくらいあるんですかね。ゲージで表示されない、されるんですかね。 OK、 クリア、2日目クリア。一応ちょっとここ修理依頼出しといて、大工に。で、上のここ、橋を復旧させた方がいいですね。はい。ここ3人。OK、お願い。それじゃあ、レードを引いて、300あれば届くはず。届いてほしい。よし。ここ払いますね。よし。橋が直ったんで、これでここ浄化して、で、ここらから、報酬を回収しましょう。ここの報酬は何ですかね？天部。層の攻撃力が少し上昇する。これか。どうすかね。こっちにしとこっか。こうでいいかね。はい。今回は層は戦えるんで、層の攻撃力を上げます。一箇所は浄化完了です。それでは次は奥に行くんですけど、ここでも新しい要素が出てきます。霊道を引いて、引くと、ここ。霊道の分岐っていうのが出てきます。ステージによっては、こういった感じで分かれ道があって、分かれ道を選択することで、できることがね、変わってきます。一度選んだところはもう後戻りができないので、注意した方がいいですね。だから事前に遠目からでもいいから、どういったものがあるんだよっていうのは確認しておく必要があります。これは、今回はね、自分は左を選ぶ。こっちにね、確か、いい感じの、いい感じの施設があったんですよ。ほら、ここね、障壁とか。障壁もあるし、あと、奥に結界もあったはず。じゃあ、弓取り配置して、そうだね、ここを前線にしようか。来ちゃった。それじゃあ、異国の襲撃に備えましょう。弓取りをここまで下げて、で、あとは、迫力を、ここに置く感じかね。で、あとは、上に設置ですかね。はい。頼むよ。これ取って。きたー！ほおずき目。ほおずき目はね、自爆です。自爆タイプ。だから注意しないといけない。弓取りここに置きたいね。はい、OK。上を援護して、はい。はい、はい、はい、はい。OK。待って。前方に人がいたか。ほおずき目どっちから来てる？まずい。ほおずき目こっちから来てた。100%、爆発する。爆発する。危ない、危ない、危ない。大丈夫、セーフ、セーフ、セーフ。さあ、はせろ。OK。やった。赤い状態での爆発は、こちらにね、ダメージが入って、青色での爆破は、向こうの異国にダメージが入るんですよ。そういったシステムみたい。だから、そうだね。だからできる限り青い状態にしとく必要がありますね。敵上から来てる。危ない。はい、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 OK。しかも攻撃をすることで押すことも、やっぱ！これはまずい。どうしよう。これは、待って、やばい。吉野が死にかけてる。待ってね、状況を考える。そま人を下に置いて、で、迫力をここに置いて、タゲ取りをさせる。まずい。あとあれだ。弓取り、角度が悪いから、上の敵を狙わないわ。
ってなってくるとここがいいかもね。うん、ちゃんと弓でも狙える角度に配置しましょう。来たから来てんね。はい、ナイス、オッケー、タゲ、うん、タゲしっかり取ってる。ナイス、突っ張りで突き飛ばすね。うん、いいぞ。はい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 、ちょっと待って、苦戦するな。準備がね、ちゃんと整ってなかったっていうのもあるしね、まずいね。待って、あの結界の後ろ来てて、ボス戦以外でここまで追い込まれたのは初めてだね。次はどっちから来てる？上か。どこだ？ここ、ナイス。はい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 、次どっち？下から来てるね、たくさん来てる。急げー、そこ障壁あるからまだいいけど。はいはい、いいぞ。はい、いた。はい、オッケーオッケー。次は上？いや、終わった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 。整えないと、急いで。大工よ大工。大工にここ、いや、ここだね。ここ。大工にお願いして、ここの、そうだね。施設を、障壁と、鼓舞するところをね、建てさせた方がいいわ。ここまでなんだよね。引いて、どこまで行けるかね。まあ、ここがいいか。ここに置いとこう。さあ、急げ。人をとりあえず確保しないと。終わるね、ここ終わる。終わるんだったらここに置きたい。ここに置きたいじゃない、あった。はい、ここ、これで後ろからの後ろからの攻めにも強くなる。ある程度準備はできたね。うん、今できる限りの準備は。時間が来る。あった、そこそこ払えない、消えた。 OK、 さあ陣形組もうか。 OK、 持たないよね。あ、ここ修理できてなかった、まずいまずい。隠れをここに置いて、あー、こっちから来てる。下があったね、下があった。あ、ここに湧いたのか。ここに湧いたんだ、みんな。危ない。集結させて。集結させて。そうだね、こっちの守りはこれでいいかね。向こうも問題ない。で、結界もあるからね。うん、吉野結界もあるから。はい、はい、はい。やばい。自爆なんてされたら、自爆なんてされたら、一発で障壁破壊でされるぞ。この規模のやつが。これいいよね、爆発する前に押すことができるから。うん、押すことで敵に向かってね、うん、投げることができますから。投げる、うん、そうだね。障壁はまだ持ってるんで、よかった。下、下から湧いたね。マップ見ればわかる。ナイス。これ、ここに寄せた方がいいかね。うん。ここに寄せといて、結界のダメージも与えつつ、処理するっていう配置がいい気がする。うん。だから、ここだな。で、弓取りをここにして。いいね。危ない。
これはいいと思う。ガード、ガード失敗。はい、いいぞ。あれ、やばい。いや、大丈夫大丈夫、結界あるはずだから。よ、あ、見て見て見て、今誰も攻撃してなかったけど倒せましたよね。だから結界の効能が、うん、しっかり効いてました。オッケー、はい、やばい、障壁が破れる。もうちょいで、よしろを守ってる村人のこの配置は合ってますね。うん、ここの結界の力も利用して倒すのは正解。じゃあもうちょっと下げようか。うん、村人の射程範囲がこの円ギリギリになるように。頑張れ、俺も行く。ナイス、はいはいはい、いいよ、はいはい、よいしょ、終わった終わった、よし、朝まで持った。よいしょ、払って、あと3、あと3、うん、あと3、あと2、残りどこだ、残りつける。 OK、 でクリアできますね。クリアできるんだけど、吉郎がつく前に払い金ないと。ここまで来たからにはね、報酬はもらわんとね。さあ、あと1体、あと1体どこだ、あ、いたいた、お前だ。よし、終わった終わった、もらいに行こう。これでここはもうクリアですね。ツバだ、トウダっていうツバゲットした、異国に接触すると爆発する。あ、これあれだ、地雷型の扇だった気がする。確かね、扇で地面に、そうだね、設置物を設置して、それに触れたら爆発するっていう仕組みだったはず。ギリギリ、ほんとギリギリ、早く早く、 OK、 終わり終わり、よいしょ、木こりの絵巻を獲得。はい、結びゲット。あ、やった。結構達成できた。ほおずき目の爆発を利用して異国を10体倒す。よしろ結界を利用して異国を10体倒す。大工の修理回数が3回以内でクリアか。これはまあなんか、できそうだね。大工のミッションは。表裏像。層の体力上限が大きく減少する代わりに、よしろの体力上限が大きく上昇する。うん、いいやつですね。まあ、ボス来た、ボス来た。なんだここのボス、想像がつかん。閣僚は結構使えるっていうことが分かったので、タンク役としてちょっと強化しておこうか。まあ、コストはかかりますけどね。なんか象さんに見えてきたね。象もモチーフにしてる気がする。四股踏み。地面を揺らして一定範囲の異国をひるませダメージを与える。はいはい。浮遊する異国には効かない。ちょっとね、ポイント足りませんね。残念ながら。はい。ということで、今回はそこそこ長くなったんで、ここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回からね、自分たちの陣営に大きく役立つ新たな施設、そして異国側に
有利に働く新たな施設とかね、新しい妖怪、うん、そこら辺がね新たに解禁されました。その中でも与城自体がね自分の身を守る結界をね、うん、作ることのできる施設っていうのは今後大きく役に立っていくんじゃないでしょうか。結界に関してはね、確かね体験版の方ではね説明は見たんだけど実際に使用してなかったんですよね。だから向こうの動画見た人もまあ一部ではあるんですけどね、新鮮に見れたんじゃないかと思います。それじゃあね、次回はねここに挑んでいきたいと思います。果たしてどんなね敵が待ってるでしょうか。ムカデ女郎よりか強いっていうことは分かってるんで、クリアできないようだったらね他の拠点に行ってちょっと強化するための道具とかをねかき集めていきたいと思います。よかったらねまたこの続きを見てやってください。それではまた次回お会いしましょう。島津の国津神になりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。